ネット活用塾の木村です。 YouTube 動画 SEO は検索に強い、検索上位を独占するなら YouTube 動画だということの、事例のご紹介をしています。検索キーワードのですね、事例をご紹介しています。今回はですね、先日ちょっと撮影させていただいた外車ディーラーさんでの動画です。動画基本的に1回の収録が30分ぐらいですかね、撮影が。で、写真もいただいたりして、写真スライドショー と、動画を使ったビデオと2種類、基本は2種類です。それにタイトルを変えるために多少編集を加えて、6本ぐらいですかね、上がってます。で、基本的に日本語を使ってなくて、ベースポルシェなんですけど、ポルシェの紹介なので、ポルシェも、メルセデスでいうとアーマゲーとかって、要するにカスタムカーですよね、があるんですけど、ポルシェの場合にはそこ初めて、そんなに知らなかったんですけど、ルーフというのがあって、ドイツにルーフという会社があるのかな。要するにポルシェのある車種をベースにして200-300万のキットで違うというかカスタムカーにするみたいな、そういうのがあって、それの中古車なんですけど、いくつかキーワードがありまして、タイトルをいくつかちょっと作ってあるので、そのどの辺がいいのかなって、実はこの車の社会だと、こういうかなりニッチですから、そのポルシェ乗るとかって、そのカスタムカー乗るみたいな人たちっていうのは、どういうキーワードで検索かけるのかなって、あんま正直ちょっと分かりにくかったんで、いろいろとやってみました。で、車の名前はルーフ R ターボ 550PS ルーフコンバージョンってやつなんですけど、例えばその英語というかのまんまでちょっと入れてみますと、こうやって検索する人もいるのかなって微妙ですが、619件というかなり少ない数です。もともとは少ないでしょうね。これ検索キーワードによっても100万件200万件ぐらいしかいかないので、で少なくとも上位3つはその私の方でアップした動画です。2日前4日前とかなってますけど、これアップして10分ぐらいで出てますので、かなり出やすいということですね。下の方に行くとちょっと笑っちゃうのが、実は私の方でネット活用塾の方で事務局やってる全日本温泉研究会ってあるんですけど、それのフェイスブックページに、こんな事例ありますよっていうことで、ちょっとご紹介の動画だったかな、なんか上げたんですね。でその中に、当然ルーフターボコンバージョンとかって、その、英語も日本語も入ってるんですけど、それが検索として引っかかってて、このフェイスブックページが出てきてるわけ。結構フェイスブックページって検索にの対象になるので、フェイスブックページに書く記事の言葉っていうのもうまくキーワードを考えてあげると、出やすいという特徴があります。これはちょっと余談ですけど、一つのチップスとして覚えておいていただければと思います。で、次に、実はこの車っていうのはポルシェの996ターボっていうやつをベースにしている車だそうです。で、じゃあそのベースカーをキーワードにする人もいるだろうっていうことでやると、37万6千件のうちの、1番目も画像なので、1番目が画像はもう関係ないですから、そうするとポルシェのウィキペディアがあって、次からこの3本また同じのが出てきています。で、もっと言うとですね、この下のこれグーブログなんですけど、この動画の何本かをグーブログに拡散してます、展開共有してます、それが出てます。それとまた全日本温泉研究が出てますけど、結構拡散するって大事なんですよね。 YouTube の場合にはソーシャルへの拡散がしやすくなってるので、これもぜひ機能としては使っていただきたいと思います。そのためにも動画たくさんある方が当然のことならいいわけですね。で、今回というか次はですね、ルーフでカタカナでルーフ、ターボカタカナでターボと入れて日本語を入れた場合でどうだというふうにやると、これはまた少なくなって331件という数字なんですけど、その中の、上位2つを押さえています。また全日本温泉研究会出てますけどですね、その下はないですね。で、じゃあそのポルシェ996がベースだよという話をですね、カタカナで、さっき英語というかアルファベットだったんですけど、ポルシェ996ターボベースというふうに入れてみたらどうなるかっていうと、10万4000件中
画像別にすれば1がなくて2、3、4でまた3部入ってます。非常にまた温泉研究家また出てますけど、それからちょっとここは厳しいかなと思いますけど、ルーフ R ターボ 550PS だけでかなり語数を減らしてみました。でも6340件中、そうですね、上位2つは私が挙げた動画になってます。つまり、まあ、いろんなその、この車の場合には確かにあのキーワードをどうするかっていうのは非常に難しい。車のマニアの方たちの使うキーワードが自分によくわからないのであれですけど、そこはうまく分かっていればそれをタイトルとか、まあ、これはあのタイトルだけの勝負になりますが、あと説明文にどこまで入れるかですけども、そういったところの勝負になりますけど、非常に出しやすいということですね。でなぜかというと、その外車、しかもポルシェっていう、しかもそのカスタムっていうルーフという狭い世界なので非常にニッチですから、件数はそんなあの出ないはずなんです。出なくていいんです。そのニッチなキーワードに対してきちっと動画が出るかって話なんです。で出た動画を見て、おかっこいいよね、あこのディーラーどこみたいな、そういう流れを作ってあげればいいわけですから、そういう意味では非常にまあやりやすいというか、車ってこういうあのマーケットが狭いところっていうのはコンテンツ作ってあの SEO かけていくのは非常にやりやすい、スモールキーワードで勝負できるっていうところが面白いところだと思います。はい、事例としてこんなところです。